おはようございます。就活の田中です。はい、今日も美人画でね、北に千草で、北に千草という人ご存知でしょうか。大阪のね、大正期の大阪っていうのは美人画のね、メッカと申しましょうか。やっぱね、大阪っていう地と、それから大正時代、この組み合わせはね、結構大事な組み合わせじゃないかと思いますね。で、この人はですね、昨日あのビデオで、動画で紹介した梶原久子と、3人で、もう一人いるんですけどね、もう一人はそのわけ瞬間あんまり有名にならなかった人ですけど、その3人で菊池慶月という京都の偉大な作家のもとで学んだんですね。この、3人が、美人画を描く女性絵描きだったんですね。だから、男女共同参画社会みたいなことが今日言われてますけども、美人画を描く女性画家っていう存在が大正時代にそれだけ存在感を得ていたということは、面白い事実だと思いますね。はい、そういうことで美人画、北に千草はじめいろんなものを描いておりますので、もしよろしければこちらの方までご連絡をお願いします。親子3代80年の実績、東京銀座集華堂フリーダイヤル、いつも骨董買取集華堂までお願いいたします。